私あのチャイカさんとかヤシロさんとかと喋るの本当に初めてなぐらい初めてだったんだけどさ、喋る前まではさ、なんかやっぱりおじさんだからさ、ちょっとジェネレーションギャップとかもあんのかなって思ったりさ、なんかおじさんだからやっぱりちょっと怖いのかなとか思ったんだよね。怒っちゃうのかなみたいな、怒りやすいのかなとか思ったんだけど、なんか喋ってみたらさ優しくてさ、なんかさなんかみんなと仲良くなれた気がしたんだよね。でも絶対大会でチーム組まなかったらあんまり喋る機会なかったから、ちょっといい機会になったかもしれないわと思ったりもしたかもしれないわよね。そう、みんな優しいんだよね。まあ私が一番優しいんだけどね。でも本当に最後みんな悔しそうだったんだよね。ちょっと私が第その2戦目の時にね、勝敗が決まる2戦目かなんかの時にさ、その色塗ってる時にどうしてもトイレに行きたくなったわけなの。トイレに行きたくてさ、なんか漏れるけど塗らなきゃみたいな、インク出さなきゃみたいな、なんかそれでさ、なんかギリギリ負けてしまったような気がするんだよね。そう、今度こそは絶対に、いやというか今度スプラトゥーンの大会に出るときはトイレのとこにさ座りながら大会に出ようかなとか思ったりするよね。そしたらいつ出てもさ、あの間に合うじゃない、垂れ流しながらもゲームできるからいいかなと思うんだよね。だからこれからはそうしようかなと、ちょっと思ったりしたかもしんないな。今度こそ優勝していくことにするから。いやでも本当に今回は絶対にちょっと優勝したいという気持ちがちょっとだけあったかもしんないんだよね。あんまり練習してないけどさ、どうしてもその優勝したいというのはやっぱり去年さ勝てなかったし、なんかあれじゃない、みんなが一緒にやるゲームだからさ、やっぱ協力プレイだから、やっぱ素晴らしい景色を見せてあげましょうみたいな感じになったよね。しかもなんかそのスプラトゥーンの大会でさ、たまちゃんが上手くて好きになりましたみたいなことさ言われたりするからさ、なんかいや、このみんなが言うからには絶対勝たなければと思ったんだよね。しかもなんかおかげさまでさ、いろんなライバーの人から話しかけてもらえるようになったんで、まあもともと話しかけてもらえてたんだけどね、いっぱい友達いたんだけどさ、なんかたまちゃんのスプラトゥーンすごい上手みたいな連絡が来るようになったんだよね。いいでしょう、友達増えた。やっぱゲーム上手いと友達増えんのかな。あ、ていうかもともといっぱいいるんだけどね。アドモスって感じだよね。ありがとうっす。あ、イエイイエイス、イエイ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 イエスって感じだったな。やっぱりスプラトゥーンとかゲーム上手いとモテんのかな。みんなもきっとモテるよ、ゲーム上手いから。私もこれからもっとスプラトゥーン頑張って、乃木坂46の松村さゆりちゃんにちょっと好きって言ってもらいたいなと思っているね。でもその負けたおかげでさ、次の日その乃木坂のライブだったんだけど、おかげさまでちゃんと見れたよね。本当はその大会の時間と丸かぶりでさ、もう見れなくて悲しかったんだよ。だって4年ぶりのさ東京ドーム公演だったから、乃木坂の。もうそれはもう大事な大事なね、門出の時だから。見たかったから、よかったよね。